タッキーのデジタル戦略、平野市用、インスタフォロワー270万人突破、の超人気も、岸優太の合流がない一部不安を吹き飛ばす。元キングプリンスへの平野市用、26歳、と神宮寺優太、25歳、が、滝沢秀明氏41歳、が立ち上げたエンターテインメント会社。 株式会社トべの公式 YouTube チャンネルの生配信に登場し、同社への参加を正式に発表しました。それに伴い、平野市用と神宮寺ゆたの公式インスタグラムとファンクラブの解説も告知されました。生配信の同時視聴者数が100万人を超え、ファンクラブの入会待ち時間が12時間という驚異的な人気ぶりは再確認されました。 特に平野市王のインスタグラムのフォロワー数は271番人で、同じ金プリの岸優太、27歳、の234番人、2023年7月10日現在、を大きく上回っています。しかし、一部のファンは平野市王と神宮寺優太のファンクラブ会員賞のデザインを見て、岸優太さんの合流はないのではないか、と不安を抱いているようです。 ワイドショー関係者の発言。戸部の公式サイトには平野市央と神宮寺雄太のファンクラブ入会案内があり、コンサートチケットの先行申し込み受付ができる。ここでしか見られない会員限定動画を配信。デジタル会員証を発行。デジタル解放を定期発行。準備中、と記載されています。 これに対して一部のファンは、デジタル会員証のイメージ画像には、小平野優太神宮寺と二人の名前が入り、左下には個人名、右下には会員番号が入るデザインがあると指摘しています。さらに、平野市用と神宮寺優太のファンクラブ入会ページには、HJ というロゴがあり、これらを見て、岸士優太さんが合流する余地はないのではないか。 と心配するファンもいるようです。前述のワイドショー関係者の発言、一部のツイッターユーザーも同様の意見を述べており、岸ユータさんの合流について疑問を呈しています。ワイドショー関係者は、ファンクラブのロゴや会員賞はデジタルであるため、岸ユータさんが合流する場合は簡単に修正できると指摘しています。また、岸ユータさんが9月末にジャニーズ事務所を退場し、 トレに合流することは間違いないと見られているとも述べています。ファンクラブのデジタル化に対しては好意的な意見もあり、海外在住のファンや SDG、持続可能な開発目標への配慮として評価されているようです。さらにデジタル化印象ならば後から名前を追加できるとの期待も寄せられています。 キシユータさんはジングジユータと W ユータとして親しまれるコンビであり、2013年にジャニーズ JR 内ユニットセクシーボイズとして共に活動を始めており、10年以上の長い付き合いがあります。キンプリの前身ユニットであるミスター、キング VS ミスター、プリンスに行くキシユータとジングジユータが岩橋玄樹と共に加入し、その後もグループ内ユニット。 プリンスとして3人で活動してきました。平野市要は騎士ユータについて2021年12月の NHK 紅白歌合戦のリハーサルで騎士の人間性を絶賛しており、神宮寺ユータとの深い関係性も示しています。 一部のファンが心配の声を上げていますが、デジタル会員賞は岸歌さんの合流後に修正される可能性が高く、岸歌さんの飛べ合流は間違いないと見られています。ワイドショー関係者の発言、平野志耀と神宮寺太も、岸歌さんの合流を心待ちにしているようです。